ポセ・エンリケ・サンチェス・ディアスは、スペイン・バレンシア出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。左サイドバックだが、センターバックもこなす柔軟さを兼ね備えている。スペイン時代2004から05シーズン、バレンシア市に本拠地を送ればんて UD の B チームで19試合に出場した。2005年7月1日、移籍金60万ユーロで、バレンシアに移籍。 すぐにセルタで B5 へとレンタル移籍した。2006から07シーズンも、バレンシアのトップチームではプレイせず、タクラブに、レンタル移籍する予定だったが、エンリケはそれを拒否し、バレンシア州内にあるビジャレアルに移籍金400ユーロで、完全移籍した。それまで、左サイドバックのレギュラーだったベテランド,ドルフォ、アルアバレーナを上回るプレーを見せ、レギュラーに定着した。 イングランド時代2007年夏、ビジャレアルがスペイン代表レギュラーのジョアン・カプデビラを獲得したため、8月7日に移籍金930万ユーロの5年契約でイングランドプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドに移籍した。8月29日のバーンズリー FC 戦で公式戦デビューし、9月23日のウエストハム・ユナイテッド戦で プレミアリーグデビューを果たした。リーグ戦23試合に出場したが、シャルル・ヌゾクビアが同シーズンより左 SB にコンバートされたため、レギュラーに定着することはできなかった。2008から09シーズンはヌゾクビアの控えとしてスタートしたが、シーズン途中にヌゾクビアがライアン・テイラーとのトレードでウィガン・アスレティックに移籍したため、後半戦はポジションを獲得した。 しかし、クラブの身売り問題や、監督交代などで黒星を積み重ね、18位でフロリダチャンピオンシップ降格が決定した。2009から10シーズンは、安定した活躍を見せ、ピーフ年間ベストイレブンに選出されるとともに、優勝してのプレミアリーグ復帰を果たした。2011年8月12日、遺跡金600万ポンドでリバプールに移籍した。 2013から2014シーズンは膝の手術を受けてシーズンの大半を棒に振った。レアルサラゴサ2016年9月7日、レアルサラゴサに2年契約で移籍した。2017年9月、膝の故障のため現役引退を発表した。スペイン U-21 代表として2004年の UEFAU-21 欧州選手権や2005年の FIFA ワールドユース選手権に出場している。ありがとうございます。